できるまるごと必勝チャンネル。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お二人も今年もよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします、はい、何か抱負などはありますか。見ていただいている方にね、はい、楽しい話題を提供したいという、多少短い時間でも楽しい。あとは馬券の上では羊年、はい、子羊にならないようにしたいと思います。うまい。羊の皮をかぶった狼、はい、本当はね、そうかもしれない。あ、うまい。さて今週末は月曜祝日の成人の日まで3日間連続開催。番組は日曜日に京都で行われる明け三歳馬による重賞新山記念を中心にお届けします。クラシックへ向け大変重要なレースだと思いますが、最近あの富にこう評価上がってますね。まあ、今はあのデビューの時期とかね、みんな馬に合わせてるんで、新山記念ここから調子を上げていくとちょうどクラシックにというのは最近多いですね。新山記念の出走各馬それぞれのお二人の評価は2部で詳しくお届けします。では今週もよろしくお願いいたします。今回もたくさんのユーザーさんからご質問ご感想をいただいております。ありがとうございます。早速質問に参りましょう。谷の谷のさんよりいただきました。ありがとうございます。ズバリお二人の年度代表馬はと来てますが、いかがでしょうか。ジェンティルどんなかなということになりますね。ドバイの圧勝劇と、そして、まあ、有馬記念、国内外 G1 2勝、他にも、ね、G1 2勝してる馬いるんですけどね、牝馬が晩年でボバ相手に有馬記念勝つっていうのはレコード大賞取って紅白の大トリをやるような、すごい、山口百恵さんがそっとマイクを置いて引退したような感じなんで。なるほど。じゃあそれは多分2番手だと思うんですが、差はないと思います。単に好き嫌いだけだったらハープスターっている、そこらはちょっとあの個人的には。では続いてまいりましょう。ビビンパ555さんよりいただきました。ありがとうございます。お二人が今世界で一番うまい騎手と思うのは誰ですかと来てますが、いかがでしょうか。僕はもう文句なしにムーアだと思います。去年の、ね、冬のシーズンは若干物足りないように映ったかもしれないけれど、まず調子の波がほとんど少ないジョッキーで、精神的にも技術的にも安定してて、だいたいね1日3勝弱、1週間で5勝から6勝してるんですよね。でそうすると年間50周だと250から300勝を軽く上げる計算になるんで、世界の主要レースのこうカッチクラーのポイントでもムーア騎手なんですけど、ムーア様でしょ。あ、なるほど。ムーア騎手と軽々しく呼んではいけませんね。いや、そのくらい信頼性高いと思います。今年注目の日本人騎手はお二人いらっしゃいますか。リーディングのとあの戸崎啓太騎手はね、はい、ジェンテルドンナなんてあれ見てたら分かるでしょう。芝のレースにあったと思います。もちろんダートでも勝ちますけどね、はい、うん、僕はあの北村博ジョッキーですね、うん、はい、去年のねこれもね1日6勝でしたっけ、すごい活躍したんですけどね、これを関東だけではなくね関西の G1 で、うん、やって、なんていうか、もう一つ上の、それができるジョッキーではないかなと、うん、北村博ジョッキー思うんで、トップジョッキーというのはあのいつもずっと今乗ってるわけではないんで、期待を裏切る時があっても勝ちに出て負けたら仕方がないという、北村騎手もそういう風になってたと思います。あ、うん、はい、そう、うん、だからインで詰まっても仕方がない、うん、勝つためにはそれがベストだったんだから、うん、お二人の質問はこちらよりお願いします。柏木丹下の一本勝負。このコーナーではネット競馬の無料予想大会ネット競馬チャンピオンシップから人気馬の強みと弱みをお二人に解説していただきます。今週は日曜日に京都競馬場で行われる新山記念です。今回はユーザーの皆さんも期待するナビオンを取り上げたいと思います。ではナビオンの強みから教えていただけますか。褒めるのうまい。いやもうこれはもうデビュー戦のね、新潟、夏の新潟芝1600メートル
上がり32秒7、この末脚切れ味、これがナビオンの一番の持ち味だと思いますし、平坦の新潟ですから、まあ京都のマイルに、通じる部分が 大きいと思いますね。キャリア積んで強い馬とも対戦してますんでね、そういうの他の馬はまだ 2,3 戦の馬が多いんで、その強みはあると思います。いっぱい競馬を経験してるというのは、これは強みだと思います。馬体重もね、そんなにこう減ってるわけではないんですよね。で、販路調教なんかもこれやらせれば多分明け3歳馬の中ではね、立冬販路で一番動く馬なんですよね。だから、橋口調教師、もう一工夫みたいなのもこの馬にはできる可能性があると思いますね。京都の平坦があってるというと同時に、頭数少ないというのは、まあ、他にもそうだけど有利だと思います、ね、能力があっていろいろこう難しいところがある馬は頭数少なかったらそれは有利です。初くらいってタイプもね、それこそジャストウェイじゃないですけど、意外とまだ、キャリアが積んで、ペシャンってなる感じがなくてまた盛り返すパターンがあるんでね、これは多分新山記念なんかいかにもという感じがします。そんなナビオンに果たして弱みはあるのでしょうか。そちらは第2部で教えていただきます。皆さん気になりますよね。それでは第2部で